I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. のなんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明ってマジだったのな。なーに人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが、逮捕すんぞこれ。おーい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ。そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。あー、どうすっかな。マジだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。あたしも手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちゃ。もういい？あ、なあ、いいぞ。バーイ。僕、ロッパマン。よろしく。この人、僕の相談に乗ってくれるの。こいつが依頼者だ。人探し、いや、デジモン探し。だから迷子になっちゃって。お願い、どこもを探すのを手伝ってよ。町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件、トピーマジ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりしない。なのに
偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし。かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも柄じゃねえし、害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめん、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で海触らせろや。何に見えかも。とにかく私は又吉さん、こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。わかった。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。嫌も王もないだろう。安心したぜ。じゃあ、あと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら。ああ、そうだ。又吉さんから伝えとけ。お前の立ちの、新田だっけか。あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり、晴れて全国指名手配ってこと。頭の固い上層部の連中は、あの新田ってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ。又吉さん、すんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも、馬の耳に念仏ってやつでさ、まあ、心配すんなって。又吉さんが動いてくれてんだ。絶対悪いようには私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒を見てくれてさ。お前ら、なんか事情があったんだろ。安心しな。又吉さんは、そう。じゃあな、このチビのこと、よろしく頼むな。君の友達も迷子に。じゃあ、一緒に探そう。きっと見つかるよ。よーし、そうと決まったら、友達探しに出発進行。我がリベリオンズのモットーは
ましょうよ。デジタルワールドに行こう。でもこんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める。君はエデンでこの子の友達について調べてね。オーケー、それじゃあ聞き込みストアップ。今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。東京は今デジだからこそ情報伝達の要フレイム。私がリエさんを。探偵さん、うん、ありがとう。父の作ったエデンが多くのものを奪ってしまいました。でもエデンの本来の姿はこうではなかった。人と人をつなげ、デジモンとデジモンをつなげ、人とデジモンをつなげる。これからのエデンはそんな場所にしてみせます。必ず。何か進展があったら教えてください。協力を惜しむつもりはありません。ダメだった。渋谷では目撃情報ナッシング。どうしようかな。え、もう見つけたって。よかった。っていうかやるじゃん、このこの。さすが本職プロ。よし、それじゃあ事務所で合流し。いやー、ほんと見つかってよかった。ゆうこっちのところにいたんだって。お姉ちゃんも探してくれてありがとう。ありがとう。良きに計らいなのじゃ。リベリオンズは迷えるコデジモ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？元いた世界に帰れるの？僕たち、ちょっと前に来ないと、お空に大きな雨が落ちてきたんだ。一緒に落ちてきたリンと。そっか。お姉ちゃんも今、オメガモンと一緒に行き場のないデジモンたちを保護してるんだ。仲間がいっぱいいた方が安心でしょ。オメガモンって、ロイヤルナイツのオメガモン。もちろん。おいで、会わせてあげるから。ねえ、この子たちを君は京子さんの代わりにしっかり探偵業。京子さんが不在の間に事務所の